飯出黒岩線、西、さらき線の車両北上市、コミュニティバスは、岩手県北上市内を運行していた、コミュニティバスである。2019年4月から、北上市拠点間交通としてまとめられ、鬼丸号と、愛称が付けられた。2001年8月1日、定期バス路線の内地区を市街地と結ぶために、北上市、コミュニティバスとして、飯出線、小鳥崎線、 立花線の3路線で試験運行を開始し、岩手県交通が運行に当たった。料金は市街地内や地区内が100円、地区と市街地をまたぐと200円であった。小鳥崎線は年度末に終了となり、翌年度から黒沢市東線の試験運行も始まった。2003年9月時点では黒沢市東線も廃止となっており、飯井出線、立花線、 双子線の三路線での運行となっていた。2004年4月から本格運行となり、双子線をさらぎまで、立花線を黒岩までそれぞれ延長して、飯出線、西さらき線、立花黒岩線の三路線での運行となった。また、岩手県交通の事業の管理と住宅実施に伴い早地ネバスによる運行を開始した。2007年4月に早地ネバスが、 岩手県交通との事業の管理と住宅を解消した。2009年4月2日、県立中部病院の会員に伴い、路線を飯出陸家、黒岩線と飯出西、らき線に再編し、運賃体系を変更した。2011年4月1日に運行内容を一部改定し、路線を飯出陸家、黒岩線と西、さらき線に再編した。 2018年四月2日、岩手県交通のバス路線、岩黒線の廃止に伴い、北上市拠点間交通、稲瀬線の運行を開始した。2019年4月1日、北上市コミュニティバスと北上市拠点間交通、稲瀬線を総称して、北上市拠点間交通とし、愛称を鬼丸号とした。合わせて、立花岩崎線の運行も開始した。それに伴い、 飯出立下黒岩線の東地域ゾーンを、立花地区、西京団地には経由しない経路に変更し、飯出黒岩線と解消した。経路中に、西地域ゾーン、市街地ゾーン、東地域ゾーンとあるが、これは後日の乗車運賃のゾーンエリアに関係する。運賃の算定方法は、先日の運行路線にあるゾーンが関係しており、西地域ゾーン内、 東地域ゾーン内のみを利用した場合は100円、市街地ゾーン内のみを利用した場合は150円、2つのゾーンにまたがる場合は200円、3つのゾーンにまたがる場合は300円となっている。このうち、小学生、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳を提示した人、身体障害者手帳、療育手帳を提示した人の介助者、 運転経歴証明書を提示した人は、半額、用事は同乗する保護者一人につき二人まで無料となる。岩手県交通が運行している、飯出黒岩線、西、ら木線では、岩手県交通の発行する、バスカード、高齢者お出かけ券も利用することができる。以前は、岩手県北バスの発行する、バスカードでも利用できたが、2010年、 バスカード共通乗車終了へも参照。ありがとうございます。